おはようございます。お疲れ様様。今日の弁当こんな感じ。牛丼エビフライつくね弁当です。さあさあさあ。ね、中央の卵の彩りも鮮やかでしょ。ミックスベジタブルね、絡めて、なんでしょう、ビードルのようなやつ。牛丼エビフライ弁当ですよ。牛丼とエビフライ、サラリーマンが大好きな牛丼とエビフライ、牛丼とエビフライ、そしてサラリーマンが大好きなつくねでございます、ね、はい、高校生です。朝ごはん、はい、お疲れ様です。朝ごはんできました。今日はね、オーソドックスベーコンポテトサラダエッグでございます。はい、朝ごはんの定番ベーコン、卵、ミニサラダ、そして余った牛丼、そして並べたらこんな感じ。もう結構ピシッといったね、今日。なんかコンパクト弁当だね。ピシッと決まった。よいしょ。まあオーソドックスですね。特に飲めることもなくでも、いやでもあれだね、新学期始まってやっと最初の1週間終わって、2日間弁当ないと思うと気が楽ですけど、あと何回あるんだろう。もう何だろう、何だろう、億劫だね、億劫本当の意味の億劫の、もう果てしない。頑張っていきましょう。店はね、一休憩でございます。はい、金曜日花金でございますよ。やったぞベイビー、ありがとうございます。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。プリーズサブスクライド、プリーズプリーズ、ありがとうございました。うわー、うわー